ページ目の2というところです。財形方程主義の原則です。財形方程主義の原則っていうのは、まあ、この字の読んで字のままなんですけれども、いかなる行為が犯罪となり、これにどのような刑罰が科されるかはあらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないと、そういう原則を言います。この財形方程式は次のですね、括弧1、自由主義的要請と括弧2の民主主義的要請に根拠付けられています。まず自由主義的要請から入りましょう。これはですね、私たち国民の自由を保障するために財形を法定することが必要不可欠だという意味です。もしですね、犯罪と刑罰の内容が事前に決まっていなければ、私たち国民は何か行動をしようとするときに、こんなことをして処罰されはしないだろうかといちいちですね、心配しながら行動をしなければいけなくなりますよね。どういう行為が犯罪となって、それにどういう刑罰が科せられるのかというのが事前に予告されているからこそですね、それ以外の行為だったら大丈夫だと思って、私たちは安心して行動できるわけです。もしそうでないと、私たち国民の自由が脅かされるということであります。次に、財形方程主義を支える第二の根拠である、民主主義的要請の説明をしたいと思います。括弧2というところですね。どのような行為が犯罪となって、それにどのような刑罰が科されるのかというのは、国民の自由と権利に深く関わることですので、国民主権ないし民主主義の要請として、犯罪と刑罰の内容は国民が自ら、まあ、その代表者を通じて国会で決めなければならない、そういう意味です。例えば、時の権力者が自分の都合の良いように好き勝手に決めてよいということになれば、国民の自由や権利が不当に侵害される、そういう恐れが生じてしまいますので、刑法の内容については国会の制定した法律、すなわち国民が自分自身で定めたとみなされる法によってこれを決定しなければならないというわけです。そしてですね、このことは憲法31条が要求することでもあります。次の方、憲法31条を読んでください。はい、ありがとうございます。でここにはですね、法律の定める手続きによらなければと、手続きと規定されているんですけれども、単に手続きだけではなく、その手続きで適用される実態法も含まれるというふうに解されています。すなわち、この憲法31条というのは刑事手続き法である刑事訴訟法だけではなく、刑事の実態法である刑法も法律で定めなければいけないということを要求する趣旨だということです。